負けてない、日本一。負ける気せん、マジでせん。これはマジで日本一。ここまでの時間に後悔はないね。まあ、大体ちょっと秀夫さんがいたんですけど、まあ、やっぱ一番忘れちゃいけないのは、応援してくれてる方々とか、そのサポートしてくれてる仲間の人たちとかへの感謝の思いだとか、そういうのは一番やっぱ大事だと思うので、明日はそういう人たちのことも頭の中に入れて、まあもう、まあ、2日目もあるんで、そこも考えながら、ちょっとみんなで挑んでほしいなって思います。やっぱその自分、キャプテン任されてるんですけど、自分やっぱできること、できないことってあるんですよ。だけ、まあ、みんなにもそこはサポートしてもらいたいし、フィギュアさんが言うように、一人一人がもう自分の主役だと思ってるんで、もちろん自分も主役ですし、みんなが一人一人輝けたら、自分はめちゃくちゃ嬉しいんで、なんかそういった思いでみんなも望んでくれたらなって思います。絶対一人一人できることあるし、役割もあるし、出る機会も絶対あるので、後悔しないように明日明後日は全力で挑みましょう。はい、 OK、 サンキュー。よし、じゃあ終わりましょう。はい、じゃあ皆さんいい目見てください。はい、いきます。どうぞ。俺A さん、お疲れ様です。お疲れ様です。どうしたんですか、その髪は。いや、これ、やっぱ心、人生、燃やす前に髪の毛燃やしとこうと思って燃やしました。嘘っす、嘘っす。いやいや、めっちゃ似合ってます。本当ですか、ありがとうございます。一番は、やっぱ、なんですかね、もちろんプレーでも見せて目立ちたいんですけど、この髪型から、やべえやつおるなって、女子ビーチサッカー界の異端児おるなって思っても全然いいと思うんで、あ、それぐらいやっぱマイナースポーツだから見せてなんぼだと思うんで、なんかやばいやつおるなって思って、そこ入り口でもいいと思うんですよ。かだから、はい、そこでちょっと派手に行こうと思うんで、ぜひ皆さん応援お願いします。失礼します。ありがとうございます。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。待って、無理、ちょっと待って。なんでですか、なんでですか。やだ。遠目に。さっきのマイケル社長の熱いミーティングを聞いてどうでした？いざ全国前になって聞くと、こういろんな感情が思い浮かび上がって、全国はこうしたいとかしたいとか、まあまあ、いろんな感情をがあって、それをなんか考えさせられるミーティングだったなって思います。明日はいよいよ全国ですが、はい、今のコンディションはいかがですか？めちゃくちゃ最高です。最高ですか？はい、期待してていいですか？期待しててください。わ、はい、かりました、ありがとうございます。ありがとうございます。最初何になりそう？なんでようこさすっていいですか？こっちしてたら嫌ですか？私さ、全然すっぴん出していいのにさ、なんで呼ばんの？今回は前回と比べて、まあ、キャプテンじゃない立場で、はい、全国に出るわけですけど、
どんな気持ちですか今。気持ちとしては落ち着いてますごめんなさい落ち着いてますか落ち着いてます。でもなんか私が、まあ、今回キャプテン周り副キャプテン私っていう風になって、なんか私は本当にいい状態だなと思っています。マイケル社長もさっきあのミーティングで言ってたんですけど、もう自分の個性をどんどん出すとか、もういい意味で好きにしていいよとか、もう最低限のルールっていうのはあるけどまとめようとしないっていうのも、もう全てがなんかフィットしてて、もう私結構やっぱ自己主張強いからなんかキャプテンじゃなくなってマーリーがキャプテンになったことでマーリーがやらなきゃいけない感がすごい出てるから、こう今ガッてチームが本当にこう強くなってるんじゃないかなっていうのを感じてます。なるほど、はい、じゃあ、去年よりいい状態、いい状態ですっていうふうに思ってていいですか。はい、大丈夫です。じゃあ明日は期待します。頑張ります。頑張ってくださいこれカットやろマリーさん、ミーティングお疲れ様でした。お疲れした。ちょっと今日は遅れて参加してるので、はいはい、午前中の動きは分からなかったんですけど、はい、そうですね、今日事前にビーチに行って前日トレーニング、はい、選手たちの動きを見てどうでしたか。いや、今日ね、キャプテン言うからね、電話来たよ、さっき。キャプテン言うから。キャプテン言うから電話来て、はい、めちゃくちゃ雰囲気いいねっつって、あのインスタとかストーリーに上げてたら、うんうんうん、みんな試合前いい顔しとんねっていうのでキャプテン言うからも電話来て、でそれは、僕自身感じてる。もうやることめっちゃやってきたから、この1月2月とにかく走って全国大会の戦術っていうパターン練習を徹底してやったんで、もうやることないんですよ前日は。もうなるほど、やったからこそ今のこの表情だったり雰囲気が生まれてると。特にね、平日からめちゃくちゃ頑張ってる、まあ、特に頑張ってるウータン周り、おはようこう、ハイサイ周り、もう自信しかないんじゃないですか、特に、うん、特にそんな感じしますね、ね、なんかミーティング見とっても、うん、みんな表情が、なんかもう、うん、なんていうか、決まっと、決まっと、決まっとですね、もう決まっとやん、覚悟が、うん、そう、覚悟が決まっちゃってるから、うん、もうなんか動じない、そうですね、やってきたんで。自分、後悔ないです、うん、っていう顔してる、うん、で、ね、助っ人のメンバーもなでしこリーグから来てくれて、まあ、カカも来てくれて、で、またドルゾロの男子もそうやったんやけど、助っ人の人間性抜群にいいね、うんうん、もうあとはいろんな緊張とかあると思うけど、それをどう彼女たちが克服して、噛み砕いて飲み込んでゲームでパフォーマンスを出すかとは思うんですけどね、うん、メンバー的にはさほど変わんないんですよ。だけどキャプテンが変わった、おはようからハイサイ周りに変わった変化ね、チームとしては。で、あとはそのあの時に負けた悔しさをずっと持ち続けてるボスレイリーと、やっぱ悔しさはこの1年経ちましたけど全然収まらずに、ウータン、なんか去年はめちゃくちゃ体が弱くて、こうもう踏ん張るところ踏ん張れなくて、シュートが上に浮いたりとか、まあ、そういったところがめちゃくちゃ目立って、この2人のあのクソっていう気持ち、うん、がこの1年あの彼女2人を特に特によ特に、おはようこも、うん、周りもみんなそうだけど、特にウータンとレイリーは奥歯がなくなるんじゃないかっていうぐらい、こう壁がグッてなってたから、噛み締めてたから、あの二人の成長は大きいかなとは思う、うん、そこが去年とは大きな違いかなっていうのがあるから、戦力的には変わってはないけど成長とかあのキャプテン変わったとか、うん、そういう心の変化めちゃくちゃある、うん、この1年間。なんかもう1年でこんなに変わるんだってぐらい表情とか、うん、なんか目つきとか、うん、雰囲気とかなんかすごいスパーアップしてる感じがしたんですよ、うんうんうん、最後にあのマイケル社長、目指しているところは今回の大会どこにありますか。当然日本一やね、当然日本一、まあ、いつも監督が俺に何パーセントですかって言われるかもしれんけど、
30% あるかないか、うん、これもリアルなところだよね。結構こういう時って絶対勝てるって言っちゃいがちですけど、うん、やっぱ眉毛さんはそういうところは結構シビアに数値を出すから、うん、勝てる自信はすげえある、すごい。ただそのね、厳しい戦いは絶対強いられるっていうのはもう当然もう見える。でビーチサッカー界の女子のレベルもめちゃくちゃ上がってるんで、正直優勝候補のチームも、数チームあるし、まあ、そこを破って破って優勝ってなるのは結構至難の技だから、まあ俺は勝つ気満々なんだけど、リアルなこと言ったら 30% ぐらいの確率かなっていうのはもう、うん、リアルなところかな。だから男子があのラストに勝ったぐらいの可能性かなっていうところは正直あるね、うん、でも俺は今日も今から寝るんやけど、日本一になるイメージをして寝る。じゃあ明日は楽しみにして期待していいですか。あの俺今日ねめっちゃ楽しみなんよ。でなさっきも言ったけど、なんでかさ、女子がめちゃくちゃ楽しそうにやってる。でただただわーわーキャッキャ楽しいっていうのじゃない。俺今年のチーム作ってきた時にみんなに真剣にもう砂を食いながら笑おうみたいなのがテーマやったよ。多分練習俺泥棒で13年やってきたけど一番きつかったかもしれない。女子たちはようついてきたなと俺は思う。じゃあ練習の質とか量に関しては負けてない。日本一負ける気せん、うん、マジでせん。これはマジで日本一、うん、ただ日本一練習したから日本一取れるかってそんなも甘くないよ。それも分かってる。だけど後悔はない。ここまでの時間に後悔はないよ。だから出てた笑顔がそんな風に見えたよ。もう間違いない、うん、確かに間違いない。勝つ人の表情だから、そうなんよ。そうあんま俺もあえてミーティングに言わんけど内心それは俺は思ってる、うん、あこいつら勝つ決まっとう顔しとんなってあるから、うん、なんかマイケルさんもゾクゾクしてるのはそうなんか伝わってくる。やろう、はい、楽しみなの、うん、こういう気持ちになるためにビーチサッカーやってんだなって俺は思う。でこういう気持ちになるためにやっぱ必死にスポンサーも集めてきたし、必死に練習もしてきたし、必死にファンとの交流もいっぱいしてきたし、うん、もう全部必死にやってきたから、あとは表現するだけ。俺は出れないけど俺も託してったらあいつらにやると思うよ。ありがとうございます。やると思う。明日は期待しています。僕も楽しみにします。言っとけよドルソーレピーナスの心を燃やして砂を食う姿マジで見とけよ。見とけ。やるぞ。おはようございます。今日は、どこのビーチですかね。今日は沖縄県西原町、キラキラビーチ。昨日前日練習ここでやったんやけどめちゃくちゃいいね。これやっぱね俺もう10年ぐらい来てるけど、やっぱね砂質いいね、はい、ちょっとごめんね監督、今ニャンショが歩いて行ったんやけど、はい、ニャンショ笛吹きくんよ良すぎて今日ニャンショはこの沖縄のビーチで先にね、笛をね吹きに行って、はい、気持ちを高めて選手を迎え入れるっていうルーティンです。なんかここで一緒にやっぱなんていうかな、仲間とハグしたいね。やっぱ俺一番好きなのそのシーンやから、はいはい、でほんとね女子みんなに胴上げしてもらいたいね。当然きつい試合になると思うけど、やっぱ楽しいの半分、きつい試合半分、勝ちたい半分みたいなのもいろんな気持ちが来ると思うよ、はい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 、全部ひっくるめて楽しい、はい、で、サポーターもまあまあ来るんよ。ハイサイ周りが地元ここなんよ。そっか。そう。あ、で、ハイサイ周りの仲間とか、まあもちろん家族であったり仲間であったりサポーターであったりとか、あとはね、マイケル社長 YouTube 見てなんか沖縄で見てくれてる視聴者さんがいるんで。マジですか。来るって言ってたから俺はまだ会ったことないけど来てくれそうなんで、それ楽しみなのと、 あとは俺これほんとドルソールで一番いいなって思うのが男子がね半分以上来る。マジですか。はい、うん、これなんよ。キャプテンがどうやらね男子女子に応援してもらったんやったらみんな行かないみたいなって。やっぱドルソールみんな仲間多いですね本当に。うん、そこはやっぱね、素晴らしい。でやっぱ練習も一緒にしてるから思いもやっぱ男子あるんよね。そうですね、うん、プリンスユータもね行く前にみんなに頑張れよ頑張れよ、あいつあんま喋るタイプじゃないんよ。やっぱ
あねえ、なんていうサッカー界で男は男、女子は女子で生きてきたから、なかなか女子とボール蹴ることってないんよ。ないんやけど、なんていうドルソーレっていうチームは男子と女子一緒に頑張ってるから、なんか自然と男子が女子を、女子が男子をって応援する様はめちゃくちゃいい。これは最高。今から始まる試合、マジで期待しとって。はい、いただきます。頼む、優勝してくれ。祈っとくね、沖縄の人。頼む。